どうも皆さんこんにちは、テイチャーです。ガンダムシードデスティニー連合 VS ザフト2、実況プレイやっていきたいと思います。前回ですね、デスティニーガンダムの練習動画を出したんですが、まあそれでまあちょっとはマシになっただろうということで、まあアーケードモードで、その成果を見ていきたいと思います。まあこのルート A っていうのが一番簡単な、ルートらしいんで、まあこれでいきます。で大体ですね、量機がですね、280の、まあ、ムラサメとか、ダークダガエルとか、まあ、ザフトだったらゲイツとかなんですね。まあなんで、まあ、デスティニーでいいかなと。ただどうなんですかね、実際のところ、こいつらのなんかコストっていうのも微妙で、CPU だから2分の1になる場合があるんですよね。で、2分の1になると140。まあ、140でも結局、同じか？どのコスト帯がいいのかよう分からんですけど、まあ、とりあえず練習したんで、まあ、デスティニーでいきたいと思います。590の中では一番使い慣れていて、まあ、やっぱバルカンがあるから敵のステップを誘えるってのがでかいですね。ただサーチ距離の短さだけがちょっとネックです。でどのグループでいくかなんですけど、まあオーブでいきたいなと思います。というのも普通にデスティニーを取らずに通常の進行でいった場合、なんていうか、これたまにですね、280じゃなくてコスト450の領域とかがついたりするんですけど、その数が、オーブが少ないと。ザフトだと、確か2回出てくるのかな？ジーザクウォリアーが。それがちょっと厳しいんですよね。で、連合も、450の機体が、420か、の機体が出てくるのが、1回だけなんですけど、フェーズ7で。ただ、その領域がネオンダムなんですよ。あの紫のウィンダムで、あれはコスト420なのに耐久が確か500ぐらいしかなかったはず。すぐ落ちるんで、弱くはないんですけどね。まあただ、まあオーブで行こうかなと思います。まあ、本当はオルガとか好きなんで、オルガで行きたいんですけど、まあしょうがないです。ウィンダムが弱いんで。待たせたな。練習の成果が活かせるといいんですけどね。まあ覚醒は、まあ、パワーでいいか。正直覚醒もあんまり活かせてないんですけど、コンボとか覚えらんないですからね。よし、とりあえずこっから歩いて、ゲイツ R 相手にはビームライフルで射撃戦仕掛けてもいいかもしれないですけど、あんまり近づきすぎると格闘を出してる相手に、敵に格闘を出されたりカットされたり、仲間への誤射とか仲間からの誤射とかも多くなるんでですね、できればある程度離れて戦いたい。でも離れすぎると逆に援護は来なくなるっていう、本当に絶妙な。ザクか、ザク相手は格闘を打ってっていいと思います。プレッシャーをかけていく。よし、当たったか。ザクは俺が倒す。当たったか。今当たらないかと思ったんですけど、いやこの意外とチャージショットって重厚補正もなんか微妙で、なんか自由落下してる相手に当たらなかったりするんですよね、その着地狙いを。え、待って、デスティニーは嫌だ。デスティニーはちょっと、デスティニーは取りたくなかったなぁ。これデスティニー取っただけでも難易度が跳ね上がって積む可能性がある。しかもここなんか重力が微妙で、なんかふわっとするんですよね、若干。それがなぁ、嫌ですね。もうデスティニー取っただけで難易度は跳ね上がるんで、クリア困難になったりします。お、今バルカンが前段当たってよろけましたね。これが誰が来てる？ゲイツ R か。え、3対2は草。ステップだけど、車線上出したから
格闘を狙ってってもいいな。そろそろ残弾数が。チャージショットはもう決定。あ、シンが来たか。そいつは俺がやるから。こいつは結構こいつと射撃戦してもしょうがないんで、こいつには格闘を狙っていく。あとはルナマリアが来てるか。ん？え、これで終わりなの？もうちょっと難しいかと思ったんですけどね。ナイスナイスナイス。もうちょっとほら、なんかルナマリアがザグで出てきたり、レイがブレイズザクファントムで出てくるかと思ったんですけど、意外と大丈夫でしたね。いやだからデスティニーいらないって、デスティニーいらないってマジで。いやマジでいらないんですけど、デスティニーは。マジかよ。これやだな、戦艦。いや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 、いらないからそんなの。しかもオーブがアーモリー1内に攻め込んでるっていう設定なのか、これ連合じゃなくて。よし、格闘を挑んでいきます。多分ルナマリアは戦艦の上で陣取ってて、多分攻撃はしてこないんですね。おそらく芯を落とすと撃ってくる。頼む、誤射しないでくれ。あ、撃ってくるか。ん？来たな。うわ、オルトロスが厄介すぎる。こういうチャージショットをしてくる相手は必ずプレイヤーで相手にしないと。放置してると多分コンピューターの領域じゃターゲットを奪いきれなくて。よし、格闘を狙っていきたい。やばいな、混戦するな。ちょっとある程度の距離を保っていきたいけど、なかなかレーダー見ながら戦うの難しくてですね。見てて、なんだ、あとフォースインパルスか。多分タゲを奪ってくれ。まさかと思うけど、お前戦艦にロックしてんじゃねえだろうな。勘弁してくれよ。来い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 。よし、危ねえ危ねえ。なんとか通常のルートに戻りたいな。もうデスティニーはいらない。よし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 。今はまだなんとかなってるけど、これシャレにならないんで。今はまだ序盤なんでですね。レクイエムの中継ステーションを攻撃します。あー、ジンか。ジンはね、ジンとかガズーと相手には射撃戦で行ってもいいかもしれないです。というのも、あのデスティニー以上に残弾数が少なくて、確かビームライフルの回復量も、回復量っていうか、あの回復時間も長かったはずなんで。まずとりあえずガズーと。こいつは歩きが遅い。わ、固まらないようにしようぜ、村雨さんよ。固まるな。固まると誤射も多くなるし。うわ、そいつには射撃戦で行こう。よし、でフラッシュエッジも使っていきたい。で、弾がなくなったら覚醒、これでいいはず。援護、オッケー、当たった。カットはできなかったが、まあいいだろう。ちょっと格闘を狙いに行く。おいおいおい、こういうね、誤射がね増えるんですよね。あ、俺も人のこと言えないけど、よし、格闘がぶち込めるのはでかい。あー、オッケー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 。ナイスバルカン。うん、陣相手には射撃で戦って、で弾がなくなったら格闘を狙っていく。
もしくはフラッシュエッジで戦ってもいいかもしれないですね。ここか。ここはね、まずジーザクウォーリアーをロックオンして、あいつにチャージショットだけは打たせていけない。終わらせて帰ろう。というのも、他の敵をロックしてる間にあいつがチャージショット打ってくるのを避けられない場合があるんで、まあこのまだ緑ザクの場合は曲げられないんで、ビームがですね、なんとか避けられる、当たらない場合もあるんですけど、意外とコンピューターじゃコストが違うっていうのもありますしね。次はグフか。こいつのね、スレイヤーウィップがね、歩きとか出て、歩きとかステップでも避けきれない場合があるんで、しかも先出ししておかないと避けられないっていう感じなんですよね。だからある意味スレイヤーウィップ範囲外で戦うっていうのもありな気がしますね。スレイヤーウィップの届かない範囲外でなんとか守ってみせるぞ。ああ、最悪の援護しちまった。で、ブラストインパルスか。あいつは俺がやる。なんとかタゲを取って、あれもね、至近距離じゃ歩きじゃ避けられないから、一応280同士の戦いですけど、いて、タゲは取っといてくれ、頼む。ちょっと分散させとくか。ナイス。分散させるのもありかもしれないな。ただ分散させるとあれなんですよね、ターゲットを変えた時に CPU もターゲットを変えることになるんで、あんまりむやみにターゲットを変えられなくなるっていうデメリットもあるんですけど、ただその代わり5社がなくなるっていう。ラクダが入るか。こいつはバズーカを追ってくるんで、デスティニーの場合はバルカンでバズーカを撃ち落とせたりするんで、そういうのもうまく意識していきたい。トゲを取る、まず。こっちの方が近いか。まあ格闘狙いに行ってもいいんですけどね、こういう相手には。よし、ナイスナイスナイス。冗談じゃないぜ、こんなところでドタバタと。よし、スティングは俺がやる。うわ、ああいうさ、バックステップで避けるやつ、確かに格闘避ける場合は横ステップじゃねえ、誘導の強い格闘だと避けられない場合があるんで、バックステップで避けるっていうのめちゃくちゃいいんですけど、よくできるよな。だってさ、格闘じゃなくてさ、ビームライフルとかだったら普通に前後に動いてても意味ないわけだから、そういうので避けられるとちょっとなんかやっぱさすがだな。合わせる。よし、やばいな。ちょっと覚醒して、覚醒するか。死ね。やべ、スピード覚醒は。よし、いてててて。よし、チャージショット貯めて覚醒を。あ、格闘狙いに。今の当たんねえのかよ。アウルのね、アビスのなんかサブ射撃、パラエーナでしたっけ、あれも確かね、まともに食らうと190ぐらい食らうんで、ちょっと強制ダウンを狙っていきたい。パワー覚醒潰しの。当たんねえ、今のは痛すぎるな。うわー、なんだあれ、チャージショットやってんのか。
ダイヤのクソみたいなチャージショットを使うとは。来い。クソ当たんねえ。マジか、今のは俺が悪かった。お前、回避していいぞ。俺がなんとかする。よし。コンピューターはガイアでもチャージショット打ってくんですね。あのガイアのチャージショット、マジでクソで。あの格闘を外すじゃないですか。格闘を外した後にチャージショットキャンセルしても、なんか いちいちモビルアーマーに変形してから撃つ。で、わー出たこのステージ。ここだけ料金が450なんですよ、コスト。で、あのヘブンズベースのあのなんか水たまりみたいな、あそこにはまらないようにしないといけない。あそこにはまると水の中だからあれなんですよ。普段歩きで避けられる攻撃はステップ出さないといけなかったり。ほい、うわグーフが来てる。これ乱戦になるとね、逆に格闘技だったら乱戦に持ち込む方がいいのかもしれないですね。基本的に俺もサーチ距離が短いんで。ちょっとバルカンで削りたい。まだバルカンで。よし、ザクは俺がやる。うわ、ザクに打たせるな。チャージショット、くっそー。通常攻撃も確か相当威力があったはず。ほい。あー、やばい、この水たまりエリアには行かないようにしないといけない。おお、あーまずい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 。水の中に入りたくない、水の中に入りたくない。ちょっと水の中に入らないでくれ。こっちで戦おう、村雨君。水の中に入ったら死ぬぞ。回復。水の中で戦うのはやめましょう。うお、よしよしよし。いやでも危なかったな。194か。ガナーザクウォーリアーに一発もらっちゃったからな。あれでだいぶ食らった。おお、危ね危ね。デスティニーだけは絶対取りたくなかった。わ、クレタ沖か。私たちはクレタ沖に向かいます。ここね、ここはワンチャンスピードの方がいいかもしれない。というのはこれ、終わらせて帰ろう。マリュ、これは難しいですよ。どっちにタゲ取るか。あのウィンダムもウィンダムで核攻撃が、これ歩きでね、通常避けられる攻撃は避けられなかったりしますから。出て出て、アビス。もうパラエーナとかもね、歩きで避けられなかったりするんで、至近距離だと。だからある意味ちょっと、うわ、格闘近距離で撃ちに行くかどうかもちょっと悩むところ。あ、これなんだ、核か。味方がやられた。あ、やべやべやべ、ウィンダムがうざすぎる。ラエナがこれ避けられねえからな、歩きだと。よし、ウィンダムをやったか。ウィンダムとインパルスか。インパルスは俺がやる。やべえな、近づきすぎ。お前らちょっと
チャージショットをね、あんまりむやみに打つと当たらないんですよね。しないすごいんだもん。そういう援護は歓迎。あー、かくってきやがった。クソが。ナイスナイス。でもお前ウィンダムをロックしてくんね、できれば。よし、やべ。これスピード学生のコンボを俺が覚えてないっていう。あ、分散してくれ。なんだウィンダムか。どうする。あ、でもあと1体かこれ。よしよしよし。俺もさ、誤射とかするから人のことを言えたちじゃないけど、もうちょっとなんとかならんのかな。リーダー見るのも難しいしな。俺、あ、出た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 。ここはね、スラッシュザクファントム、ソードインパルス、レジェンド、デスティニー。終わらせて帰ろう。これザクに対してはこれ射撃戦でいいかもしれない。というのもあいつ確かビームライフル残弾数3発ぐらいしかなかったはず。うわ、今着地狙ったと思ったんだけど。で、お前らマジで乱戦になるからさ、着地ずらしとかもうまいからな。マジでちょっと離れて戦おうぜ。やばいやばいやばい。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス。くっそが、離れて戦いませんか。しかもお前全然削れてねえじゃん。勘弁してくれよ。おい、誤射すんなよ。あ、ソードインパルス。うおー、ちょ、待って待って、分散しましょう。役割を遂行しよう。あ、当たんねえのか今の。ブーストダッシュ中だっただろう。お前ザク倒したのか。ナイス。まずこいつをなんとか倒し、いってててて。レイが来てるか。おい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 。まあ俺が覚醒を打ちたかったんだが、やばいな、こういう狭いところじゃ。よし、ぶち込む。ああ、当たんねえか。あんまりこれさ、うわー、やばいやばい、落とされる。わあ、今の当たったのはでかいな。で、回避していいぞ。まあ回避したところでこいつらからの攻撃を逃れられるとは思わないが。だよね。いや、あのレジェンドが最初に来た時覚醒したんだけど、俺が覚醒したタイミングで村雨の攻撃が入っちゃって、覚醒が一個無駄になったんだよな。いやー、もう俺はどこにも行かない。ここでね、何回かコンティニューするんですよ、いつも。ここか、あのヘブンズベースでドブが来るところ。あちらのモビルスーツ隊を抑えてください。まあ、分散指示するのもありかもしれないですね。ほんとね、乱戦になるんで、その村雨が落ちる分には問題ないんですよ。俺が落ちるのが問題なのであって、だから分散させて誤射とか、あのカットとかを、格闘が当たってる時のカットとかをなるべく減らしてやるしかないな。で、分散させれば当然 CPU が落ちるんで、 CPU が落ちるよりも早く俺が敵の CPU を落とすっていう。で、ここであれだ、援護ができない。なぜなら、マーカーを変えると、あ、俺がインパルスやりたい。インパルスの方が強い。マーカーを変えると、分散にしてるから、
あの CPU がね、また変えちゃうんですよ。ターゲット。それが混乱させる原因になるから。よし、当たれ。ナイス。よしよしよし。俺がレイをやる。あ、でも俺がレイをやるとさ、当たれ。いや、もうここはノーマルでいいかもしれないけどな。出て出て、覚醒を当てたい。やべえな。あ、2体いる状況ではきついな。あやー、今の痛すぎる。すぐに2体に狙われていたよな。今の当たんねえのかよ。覚醒を当てたいんだけどな。敵がラッシュ覚醒中は防御力が上がって 25% カットされるんですよね。ああ。俺が落ちなければ大丈夫な感じか。やばいやばい、2体にロックされるのは厳しい。2体にロックされるのは厳しいんだよ。これ当たれ、頼む。おい、すかすな、そこで。ちょっとまずいです。なんとか助けてください。16とか。このゲーム根性値っていうのがあって、ヒットポイントが少ないと攻撃力が上がるっていうのがあるんですよね。おお、マジか。今横ステップ出したんですけど、やっぱ格闘避けるんだったら後ろステップの方が安定なんだよね。横ステップだと結構デスティニーの横格闘とか誘導が強いやつは避けきれないからな。後ろステップで避ける練習もした、今度しようかな。なんか上手い人はさ、後ろステップで避けるじゃん、敵の格闘を。あとこう前ステップしながらビームライフルして、歩きでは避けない、避けられない距離から撃つとか、ちょっと分散出しときます。んで落ち着いて、当たる。あ、やべ、ロック変えるのは良くない。よし、ロードインパルスは俺がやりたいけど、まあいいや。ここで、これこれこれ、避けられない距離ってのがあるんですよね。ちょっと待って、当たれ。そこだ。よーし、この格闘が入るのはでかい。当たれ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 、パルマフィーキー。オッケー、多分かなり入った。うわ、しまったな。こういうところで後ろステップが出せればだいぶ違うんだが。よし、よし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 、難易度が確実に下がってるぜ。うわ、今ちょっと後ろステップ出してみたんですけど、間に合わなかったか。うわ、そう、今カットはきつすぎる。うわ、
マジか。必死すぎだ。後ろステップですね。今度後ろステップ練習しようかな。格闘を避けるのに横ステップ敵の格闘が見えてから避けるんだったらやっぱ後ろステップを出した方が安定なんですよね、どう考えても。で横格闘を避けられたりするんで。いやー、これ今何回だ、コンティニュー 2、3回したよな。コンティニューなしでクリアできれば文句ないんですけどね。やっぱあのデスティニーとレジェンドあたり、あ、次デスティニー対デスティニーで後ろステップ、まあ別にデスティニーじゃなくてもあのソードインパルスとか相手でもいいですけど、ちょっと後ろステップで敵の攻撃を避ける練習した方がいいかもしれないですね。敵の格闘の発生を見てから後ろステップ、まあ間に合えばいいんですけど。至近距離でもやっぱりあれだな、格闘を食らうよりは例えば後ろステップして、でその結果読みが外れたとしても敵のなんかビームライフルが当たるとかの方がダメージは少ないんで、うん、格闘が前段横格闘でも当たれば200ダメージオーバーは硬いんですよね、デスティニーとかだと。でもビームライフルなら100ダメージで済みますから、そこら辺を考えればまあちょっと次は後ろステップの練習して、でコンティニューなしでクリアを狙うと。あとやっぱチャージショットがね、チャージショットは意味あんのかなってちょっと思っちゃうんですよね。もう本当になんか決定的な隙にしか当たらないんで。確かに格闘が空振った時の保険っていうのはありなんですけど、ちょっとな、微妙かもしれないって思っちゃったな。まあ、とりあえず後ろステップは練習するでいいか。うん。じゃあまあそんな感じでいきたいと思います。今何分だ？もう30分か。うん。はい。あとデスティニーをね、まあ序盤だったから良かったですけど、あれ、終盤でステージ6、7あたりで取ったらもう積んでましたね。はい、じゃあまた今度、はい、気が向いたらまた動画あげます。